こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。8月の6日の火曜日ですか、昨晩も私夜中ぐらいまで、日吉の方に行って帰ってきててっぺん過ぎちゃったような形なので眠い目をこすりこすりというところですけれども、また暑い夏の日が続く今日も、始まりましたねというところです。で、最近、多くのお父さんお母さんから、聞こえてくる声で、高校選びをするときにネットの口コミ情報をどういうふうに見たらいいですかですとか、あるいは、ね、口コミにこうやって書いてあるからこの高校はこういう高校なんですかですとか、そんな話聞こえてきますけれども、大枠でですね、ネットの口コミ信じるの信じないのというところで、まあ、ネットの口コミを読むときのですね、心構えというか、こんな形で接していただいたらいいんじゃないのかなというお話を、今回はしようと思います。で、そもそものところなんですけれども、ネットに書いてあるという事実は事実なんですけれども、そもそもバイアスがかかってるよねというところは注意して、読んでいただければなと思います。で、じゃあどういうバイアスがかかってるのというところですけれども、書き込む生徒っていうのは、まあ、ある特定の、まあ、バイアスがかかったというか、特徴のある生徒がきっと書いてるんだろうなというところにつながっていきます。例えばですけれども、ネットに対する親和性が高いお子さんが、高校生になって書き込みをしているんだろうな、まあ、ネットにあまり接していないお子さんはあんまり書かないよねというところもあるかもしれないです。で、あとは時間がある、まあ、書き込みをしている時間がある、どちらかというと暇なお子さんがきっと書いているよねというのもあるかもしれないです。で、書き込んでいる当人は、親切心と思って書いてるんだよねというところもあります。で、この親切心というところが、まあ、逆にいいあだとなってというか、こちらですね、次にお話しするところですけれども、事実と意見が交錯してますよというお話につながっていきます。で、入学前の状況で考えると、例えばの例ですけれども、しっかり選んでその高校に入りたくて、入ったお子さんと、なんとなく、まあ、この辺だったら、この辺かな、まあ、地域でこの辺、あるいは偏差値でこの辺という形でなんとなく選んで入学したお子さんで、だいぶ違うよねというところがあるかと思います。で、例えばですけれども、何としてでも女子校に行きたいんだということで女子校を選んで、で、女子校に進学したお子さんというのはどちらかというと不満度は低めだよね。で、なぜかというと、多少気に食わないことがあったとしても、まあ自分が選んだ高校だからこういうこともあるよねということで消化できるというところがあるかもしれないです。で、まあ、それがですね、女子校を選んだから気に食わないことがあったのか、女子校でなくても例えば共学に進んでいたとしても同じ種類の、気に入らないことが、あったのかというところで、それは女子校を選んだことが原因なのか、そうでなかったのかというのは、所詮初めて味わう高校生活ですので、それは自分自身一人では比べられない。じゃあ例えば来年は試しに共学に行って同じようなことがあるのかどうなのか実験してみようなんていうことはできないわけで、まあそういうことを考えると、その気に食わないことの原因が自分が女子校を選んだことが原因なのか、そもそも高校とはそういうものなのかというところが、まあ、あやふやなまんま、その理由が判別できないまま、ただ、自分でしっかり女子校に行きたいという決意を持って選んだ結果なので受け入れる傾向が高いよねということにつながっていくんだと思います。で、全く逆なパターンが、なんとなく入学したよ、まあ、偏差値がこの辺だから、地域がこの辺だから、なんとなく友達もここ行くっていうからという形でなんとなく入学した高校に進んだ後ということになると、自分が思っていた入学前のイメージとは違うなということになってくる。不満度は高めになっていくよねということだと思います。で、多少気に食わないことがあった時に思っていた高校生活と違うよという形で、不満を、感じてしまう。で、それが
まあ、高校というのは先ほどの、こちらで話したことと全く同じ話ですけれども、多少気に食わないことというのが、それはどこの高校に行っても、みんな同じだよということだったとしても、なんとなく選んでなんとなく自分でイメージした高校生活というのがあって、でそれとは違うということになると、思っていた高校生活とは違うということで、不満を募らせていってしまうということもあるのかなと思います。で、まあ、例えばで、こんなことを書いてみたんですけれども、事実と意見が交錯するというところですね。で、親切心と思って当人は書いているのが、まあ、これが、読む側からすると、あだになってしまう部分です。で、例えばの例ですけれども、先生が厳しくて、宿題忘れたらマジで怒られてうざいという書き込みが仮にあったとすると、ここから読み取るべきことというのは、きっとこの高校は学習指導が厳しいんだろうな、なんとなく事実っぽいな、で、厳しい先生がいるらしいぞ、でも厳しい先生ばかりなのかな、それはそうとは言えないよね、まあ、この子が、この書き込みをした子が、嫌だなと思っている先生が厳しい先生なだけであって、他の先生はみんな優しいのかもしれないですし、多くの先生が厳しいのかもしれないですし、それはわからない、そうとは言い切れないけれども、なんかそこはわからない部分だよねというところになっていくと思います。で、宿題が多いのかな少ないのかな、これはここでも触れられてないですし、宿題忘れたら、まあ、忘れてこなければうざくないんでしょうから、忘れなければいいということなんでしょうけれども、それが宿題が多いというイメージ、この怒られてうざいというマイナスの負のイメージですね、そのイメージから読み手の方になんとなく宿題が多くて、嫌な先生がいてというイメージに引っ張られてしまうということがあると思うので、それはこれはについては分からないんだということで、読み替えていただかないと、この意見に引っ張られていってしまうということになるかと思います。で、この、書き込みを、まあ、サンプルで私が作った書き込みですけれども、それにを読んだときにどのぐらい怒られるのかというのは、この分だけではわからないのでわからないんですけれども、それぞれの方がイメージするイメージっていうのが、千差万別ということになっていくと思います。例えばですけれども、ちょっと注意される口頭でですね、宿題忘れてきちゃダメだぞという形で注意されるだけでもマジうざいと感じる子もいるかもしれないですし、呼び出されて怒鳴りつけられるなんていうことがあって初めてマジうざいと思う子がいるかもしれないですし、これは何とも、この文だけでは判断できないところで、読み手側それぞれがイメージするイメージというのはこの怒られ方というところですね、千差万別だよねというところは注意しないといけないないのかなというところです。で、じゃあここの学校に通っている生徒さん、みんながみんな100人が100人うざいと思う生徒、さんばかりなのかというと、この子にとってはうざいんだろうなということしかここからは読み取れないということになりますので、そこは注意してこの口コミを読んで参考にしていただかないと、まあ、こういった口コミがですね何件か並んでいるのを読んでいるうちに、ある高校、まあ、この口コミなら口コミが並んでいる高校にへのイメージが、だいぶ変な方向へ引っ張られていってしまうなんていうことにつながっていくと、ちょっとそれは高校選びとしては間違った方向なのかもしれないですので、事実っぽいところは事実っぽいところとして、情報として得てですね、それをもとにその高校を本当に選ぶのか選ばないのかというのは、ご自身で説明会等々に行っていただかないといけないのかなというふうに思います。でちょうど昨晩なんですけれども、いただいたコメント、全く別の動画にいただいたコメント2つ、ちょうどいいサンプルにと思って、持ってきたんですが、1つの、コメント欄にいただいたコメントがこちらです。昨年度は東部地区の倍率が比較的どの高校も上昇しました。塾の先生の話ですと、昨年度までは、東部地区から中央地区へ、進学した方が多数いたそうです。6年度はあまりいないそうです。親世代がコロナの影響を受けて通学費用も3年間となるとバカにならないので近場を選んだのではとおっしゃっていました、というコメントが1つ目です。で、これ読んで
でいくと、私なりの読解の仕方ですけれども、塾の先生がそう言っていたというのはきっと事実なんだろうな、まあ、この方もわざわざ、私のコメント欄に、嘘を書きに来ることはないでしょうから、きっとそういう事実があったんだろうなという、塾の先生が言ったというのは事実なんだろうなというところです。で、この塾の先生が、見る限り、通学費用を気にする生徒さんご家庭が増えたようだというのは、この塾の先生の意見でしかないよねというところです。で、これが正しいかどうかは、まあ、そういう見方もあるのかなというところで、読み取るべきはそういう見方もあるのかな。じゃあ我が家にとって、これから高校選びをしていくこの学年の一つ下の学年のご家庭ですね、我が家にとってはどうかなというのは気にしてみるべきことかな、あ、参考になったな、ありがとうというところで、このコメントに、まあ、がこのコメントが意味をなすところというところになるんじゃないのかなというふうに思います。で、もう一方こちらなんですが、女子校を選ぶ理由に、看護、医療、栄養、保育、教育など女子ならではの資格が取得できる大学への推薦、進路指導が充実していることがあります。理系上位層は共学の不動化や、越谷北ではなく霞城を選び、看護、医療、栄養に進学していますというコメントです。で、このコメントを読んだ時に感じたことというところなんですけれども、女子校ならではの進路選択があるというのは、これきっと事実だよねというところですけれども、ここで気になったのが理系上位層という言葉ですね。で、この方はこの方として理系上位層という、ある程度の定義づけを持っているんでしょうけれども、読む方からすると、この理系上位層という言葉が、読む側の基準によってだいぶばらつきのあるものになってしまうよねということになっていくんだと思います。例えばですけれども、理系という言葉一つとっても、中3で理系のへの進学、大学進学を決めている生徒というのは一体どのぐらいいるんだろうね。多くのお子さんが、高校に進学した後、1年生の終わりに来る分離選択という話になった時に、まあ、最初は理系っぽいこと好きだなと思っていたんだけれども、どうにもこうにも数学が、うまくいかずに、文系に転身していくなんていうことを考えると、中学3年生で理系を、もう絶対進学したいんだという位置づけで決めている生徒さんってどのぐらいいるのというのは、甚だ疑問が残るところで、あることを考えると、この方が言っている理系というのは、きっと理系っぽいことの方がちょっと好きだなぐらいの、中学3年生における基準なのかなという形で読み解かないといけないよねということになるんだと思います。で、さらに言うと、大学受験で、看護、医療といっても医学科以外ですね、まあ、お医者さんになる、医学部医学科以外の、医療ですね、あとは栄養、この辺は理系受験ではないよね。要は数産をやって、物理科学等々の、基礎が押さない科目をやってなんていうところではないと思うので、そういった意味でこの方が理系と言っているわけではないよねということを読み解かないと、この理系上位層という言葉の定義を、書いている方の、イメージしている定義と、ずれたものとして読み取ってしまう可能性があって危険があるよねということがあると思います。で、もう一つ、後半の上位層という言葉ですけれども、この人にとっての上位層であって、読んでいる側からすると上位層とは、イメージが違うかもしれないよねというところです。例えばですけれども、上位層と聞いて、人にとってイメージがバラバラになってしまうので、上位と言ったら浦和一条でしょという方もいれば、偏差値50超えてれば半分より上なんだから上位でしょという方もいると思うので、そこはグラデーションになっている部分なので、そこは、注意して読まないといけないよねということがあると思います。で、この、せっかくいただいたコメントからじゃあどういうふうに読み解けばいいのかということで、読み取るべきことはということですけれども、春日部女子から、看護、医療、栄養に進学している卒業生、どのぐらいいるんだか、じゃあ、もし読んでいる方がですね、ご興味があるようであれば、じゃあ春日部女子の、卒業生どんな進路に進んでいるのか調べてみよう、ホームページでも調べることができるかもしれないし、進学先として考えている
るということであれば、説明会に行って先生にその辺の質問をしてみるというのも一つの手かもしれないです。ですので、口コミコメント等々ですね、安易に鵜呑みにするのではなくて、まあ、こういった形で、短いコメント、せっかくいただいて私ケチをつけるつもりは全然ないんですけれども、こういった形で読まないと、いけないよねという、まあ、たまたまいいサンプルをご提供いただいたので、ここで、例示として使わせていただきました。で、最終的なまとめですけれども、ネットの口コミですけれども、初めて食べたラーメンの感想を一口目だけ食べて語っているのがネットの口コミなんじゃないのかなというふうに考えています。どのご家庭でもどの生徒さんでも、ほぼ 100% と言っていいお子さんがですね、初めて味わう高校生活ということになるので、今まで食べたことのないラーメンを初めて食べた状態で、そのラーメンが美味しいのまずいのと言っているのが口コミということ位置づけで読んでいただければと思います。で、書き込みは初年度の年度始めが多いですよということを考えると、今まで食べたことのないラーメンを一口食べて、ああ想像していたのと違うなですとか、思った以上に美味しいなですとか、そんなことを書いているのが口コミということになるんだと思います。で、他校と比較することはできないですよということです。人生において高校生活1回しか味わえないのが通常ですので、他の高校に行っていたら、ラーメンに例えると、味噌ラーメンが食べたくて味噌ラーメンを食べているんだけれども、醤油ラーメンの味はきっと分からずに、この味噌ラーメンは美味しいのまずいのと言っているということですので、比較はできないよねということです。で、当然隣で、醤油ラーメンを食べている子がいれば、隣の芝は青く見える、羨ましいなと思いながらその感想を書いているということになると思うので、所詮食べたことのないラーメンを生まれて初めて食べて、それについての感想を書いているのがネットの口コミという程度に位置づけていただいて、ただその中から読み取ることができる事実というところは事実というところで読み取って参考にしていただいて、で、それが本当っぽい事実だなと感じるところ、読み取れるところがあったら、それを鵜呑みにするのではなくて、ぜひそれについて、ネットで深掘りをしてみる、あるいは説明会に行って質問してみるという形で、事実の裏取りをしつつ参考にしていただければ、そんな風に考えています。では今回のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。